はいどうも、デイリーガジェットの動画部のケンです。本日はこちら、チューイの Windows タブレット PC12.3 インチ UBook Pro を紹介したいと思います。これ日本トップクラスに早い開封レビューになります。ぜひご覧ください。今回ですね、チューイさんから特別にこのタイミングでこちらの商品ご提供いただいてます。もともとチューイさんクラウドファンディングで、2200万円集め、それをもとに商品作ってるんですけれども、発送は全世界12月を予定してます。ただ冒頭言った通り特別にこのタイミングでご提供してもらってるということですね。でこの商品なんですが、チューイさんらしく非常にコスパに優れてます。商品の作りとしては、サーフェスと iPad をベンチマークしているので、スペックは非常に高いんですが、価格がなんと5万円前後ですね、ほぼ半値というところで、商品を作られているということです。で 3種類の商品が、発売予定されていて、RAM が 8GB、SSD256GB というところは共通なんですけれども、1つ目がセレロン N4100 モデル、これが 42,700 円を予定してます。でもう1個が Core M38100Y モデル、これが 53,500 円というところを予定してます。でこの2つはですね、いずれも、キーボードカバー、スタイラスペンっていうのが付属したモデルで、もう1個が、Core M3 の方の本体のみですね、これが 48,000 円で、今言った価格っていうのがクラウドファンディング価格になるので、量販で買うともう少し高くなるというふうに思います。で、どれを買ったらいいのというところなんですが、例えば、ユーザーさんのニーズとしてオフィス、メール、ネットだけやるという話でしたら、セレロンでも問題ないんじゃないかなと思うんですが、高画質動画であるとかゲーム、画像編集をストレスなくやりたいというユーザーさんでしたら Core M3 を購入されることをお勧めします。ちなみにチューイさん、デイリーガジェット普段ご覧いただいてまして、こちらの専用セットっていうのを特別に作ってもらっていて、それが Core M3 でカバーついてペンセットついて、52,500 円という価格で用意していただいてます。詳細ブログに記事あるんで、ぜひご確認ください。では早速、開けていきたいと思います。この中に入ってます。インテルインサイね、有名なものですが、さあ開けましょう。オープン。なるほどね、何も言うことはまずないですよ、まだないですよ。これ出します。出ました。ディスプレイこんな感じです。ここに、Windows のマークがあって、でカメラここですね。でベゼルがすごい狭い印象を受けます。早くこう画面見てみたいですね。裏面がこんな感じで、バックカメラがここにありの注意マーク、ここですね、ここに注意マークあります。でこの素材がアルミなんで、すごいスベスベだし高級感めっちゃあります。でこれがフレームタイプのキックスタンド、これで立たせます。じゃあ次で、キーボード、結構打鍵感ありますね。配列もそんなに不自然じゃない印象を受けます。タッチパッドあるので、本当にマウスなくても全然使えるんじゃないかと思います。配列こんな感じで自然にこう打てるんじゃないかなというような配列ですね。続いてこちら、スタイラスペンですね。これ開けていきたいと思います。こんな感じですね。これなんだ。これね、このディスプレイの方の素材と同じアルミの素材だから、なんかすごいこう一体感ある感じしますね。でこれはどうやって使うんだろう。でここにペンのボタンがあるから、これ多分 iPad と同じようにこうしながら書くとかそういう感じだと思いますね。はい、はい、ということで同梱物一覧がこんな感じで、この4つのセットですね。じゃあディスプレイとキーボードを合体させていきたいと思います。はい、こんな感じでマグネットですっとこうはまりましたね。でこれでまあタブレットとしてまあ持ち歩けるという感じになってます。で実際に、パソコンのような形で使う時は、まあ、こうやって開いてもらって、でここを当ててもらうと、ここもマグネットついてるんで、まあ、こういう形で角度を持たせてくれます。そして後ろのビッグスタンドで立たせるというような流れになるということですね。だから、まあ、角度あるんですごいこう打ちやすいし、まあ、画面もある程度でかいから作業もしやすいんじゃないかなと思います。でキーボードの、ケースには、まあ、このようにペンを刺すところもついてるんで、これで必要な時にこれを取り出し、まあ、使うという形でそのまま折りたたみもできる。はい、タブレットにも使えるし、パソコンとしても使える、まさに 2-in-1 の、まあ、機種ということですね。はい、では側面のインターフェースを紹介していきたいと思います。これが、USB の Type-A で、これが Type-C で、これが充電するところで、これがマイクロ HDMI です。で逆側行くと、ここにまた USB の Type-A があって、でこれは 3.5mm イヤホンジャックが搭載されています。マイクロ SD は、まあ、ここの上部に来て、で、音量がここで、電源ボタンがここ、この上に、まあ、そういうボタンが来て、側面に、USB とかのポートが入るという感じですね。じゃあ早速使っていきたいと思います。まず、ウェブ閲覧に関してなんですが、今デイリーガジェットのホームページを、映してます。まあ、こんな感じでタッチパッドを使いながら下にスクロールっていうのも簡単にできますし、アスペクト比が4対3なんで、結構縦長のウェブページなんか見やすい、そういう印象を受けますね。はい、でまあ当然そのタッチパネルなんで、こう手でささっとタブレットみたいな感じで、まあ、クリックとかできますし、まあ、これペンを使ってもらってもいいと思います。で例えばこれなんだ、 Xperia Z5 の記事なんですけど、からこのメモで、まあ、記入もできるから、日本でもグローバルでも近年激減してきたコンパクトサイズ、はい、これ重要ですみたいな、まあ、そんなこともすごい簡単にできます。でこれなんかこうやってね、コピーしてこれを保存しますとか、エバーノートに残すとかみたいなことがすごい簡単なんじゃないかなと。まあ、こういう意味ではやっぱこれ 2-in-1 の強みというか、普通のパソコンだとこういう感じでこうささっとやるってこと難しい中で、できると思います。じゃあ次は動画どんな感じかちょっと見ていきたいと思います。これYouTube の 4K 映像なんですけど、はい、全画面で再生するとこんな感じ、まあ、4K だから当然画質はいいんですが、まあ、その画質にもディスプレイが負けてない印象を受けますね。すごい綺麗。動画再生こんな感じです。じゃあテキストどんな感じかっていうのをちょっと試してみたいと思います。これもメモ帳ですね。メモ帳で、ひらがなの羅列「そ」「あちつて」と「なにぬねの」はい、全然打ちやすさっていう意味では普通のパソコンと遜色ないし、赤さたなど次「はひふへほ」も、全然ミスることなく打てるかなと思います。ただこれちょっと構造上なんだろう、キーボードに角度も足してて、ここに空間がある分若干たゆみが気になるかなっていうのはありますね。じゃあベンチマーク、じゃあまずシネベンチ、20で見ていきたいと思うんですけれども、これは CPU の性能を見ていく。今絶賛測定中。結果出ました。シネベンチ20の CPU スコアが395、そして、クリスタルディスクマークの結果がシークエンシャルのリードが280、ライトが238でした。これが、基本スペックですね。以上、チューイーさんの、UBook Pro 開封レビューをお届けしました。今見ていただいた通り、2in1 のガジェットとしてはすごい安いし、ネットもそれは普通にできます。で動画も綺麗、画面も綺麗で、タブレット型でタッチスクリーンなんで、ペンもついてる、だからすごいこう、さっき書いたように直接画面にねメモしたりみたいなこう使い勝手いいんじゃないかな。これから1週間2週間僕の方でこう使ってみて、改めて、なんだろう、その使い勝手の良さとかスペックのどうのこうのみたいなところはちょっと解説していきたいなと思っております。外見とかはですねすごいやっぱかっこいいから、なんかかっこいいし持ち運びもしやすいし、すごい期待はしてるんですけれども、期待してるし楽しみですが、という感じで、開封レビューをお届けしました。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。